タジアムは素晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はスタディオンドルトムントです。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。準々決勝のファーストレグとなるこの一戦、ボルシアドルトムントがローマと戦います。準々決勝に残ったチームですから、どちらも実力は十分。このファーストレグを制すれば精神的な余裕も生まれます。見応えのある試合にならないはずがありませんね。スタディオンドルトムントはドイツでも最大のスタジアムです。2006年にドイツでワールドカップが開催された際には6試合がこのスタジアムで行われました。日本代表がブラジルを相手に戦った場所ですね。日本からかなりのサポーターが訪れたので、ここをご存知の方も多いんじゃないでしょうか。こちらがボルシアドルトムントの先発メンバーです。攻撃的な 3-4-3 ですね。個々の選手の能力が重要です。こちらがローマの先発メンバーです。攻撃的な 4-5-1 ですね。ボールダッシュが鍵になります。ドルトムントのボールで試合が始まります。ボールを失いました。パスはまっすぐ相手に渡ります。裏も見えていたのか。エリア内滑っていった。選手が倒されたプレーはファールを取られませんでしたね。観客席にもどよめきが広がっています。ボールを奪われました。ロイスがボールを奪われました。相手が触ったのでスローインですね。ダビデ・ザッパコスタ、いいカットです。ボールを奪いました。ディフェンスが甘かったですね。主審が迷わずペナルティースポットを指さします。これで試合が決まるようなことにならなければいいですね。ファールです。迷うことなく PK を指示しました。ちょっと無理に行き過ぎましたね。カードが出ないのはラッキーでした。緊張はあったと思いますが、しっかりペナルティーを決めました。しっかり決めましたね。落ち着いていました。この角度からも見ましょう。立ち上がりの集中を欠いた前半10分、ゴールが生まれました。マフムード・ダフード、ロイスへ、しっかり見えています。つながる、ナイスタックル。ファールをせずよく止めました。ボルシア・ドルトムントのコーナーキックです。ボールをしっかりと守ります。中央へのボールはクリアされました。今のプレーに観客席がざわついています。サポーターは PK だと思っているようですね。シュートのコースを読んでいましたね。相手ボールになります。ロイス、決まるか。
キーパーが飛びついた。鮮やかなセーブ。ゴール前に入れた。ちょっとクリアが小さいか。ここは簡単にボールをスルーパスを狙った。ゴール。至近距離から決めてきました。ちょっとスペースを与えすぎでしょう。ディフェンス側はタックルしてでも止めるべきでしたね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。監督の様子ですと試合後のロッカールームは激が飛ぶ予感がします。ヘンリク・ムヒタリアン。ムヒタリアンがゴールに向かう。前半からこの選手に対して随分ブーイングが激しいですね。ディフェンスが冷静に対応。素晴らしい読みでインターセプトしました。ここで攻撃を止めます。それにしても凄まじいブーイングです。スペースへのボール、これはチャンス。激しいタック、すでにサポーターは総立ち。ゴール決まりました。これで3点目、ハットトリック達成です。ここは簡単にゴールへ流し込みました。こういうチャンスはめったにないんじゃないですか。違うアングルから見てみましょう。大量リードの試合となっています。ジョルダン・ベレトゥ、これは見事に奪いました。ユスフ・ポールセン、ディフェンスの選手が止めた。どうだ、ゴール。ゴールは認められません。副審の旗が上がっています。映像をご覧ください。ああ、これはオフサイドですね。ボールをダッシュ、寄せが早い。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。パストーレがスルーパスを狙いました。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。このパスはカットされました。止めません。プレーは続いています。ドルトムントそのまま行きます。相手に渡ります。ハビエル・パストーレ、ユスフ・ポールセン、強い。体をうまく使います。ボールを取った。さあカウンターを仕掛けるか。見事な視野です。トルガン・アザール。このパスは読んでいました。ハビエル・パストーレ、ポールセン、ヘンリク・ムヒタリアン、マッツ・フンメルス、マフムード・ダフード、トルガン・アザール、マルコ・ロイス、ダフード。いいパスだ。ここは大きく蹴り出しました。ピンチを免れました。ハビエル・パストーレ、出足が鋭い。カットします。マフムード・ダフード。パスをカットされたのはロイス。
ボールが足につきません。ルーズボールだ。自在にパスを通していますね。ボールを奪われました。ローマのフリーキックでゲームが再開されます。パシオ、ハビエル・パストーレ、スコアは3対0。試合は後半に入ります。前半のペースが維持できるでしょうか。マフムード・ダフード、ラファエル・ゲレイロ、ドルトムントがボールを失いました。ポールセン、パストーレ、ここは突破を狙う。ナイスシュート、ゴール決まった。まさに交代した直後のゴール、いきなり監督の采配が当たりました。これは嬉しいでしょうね。スルッと抜け出して最後まで行っちゃいましたね。ディフェンス側はファールしてでも止めておきたい場面でした。別の角度からご覧ください。ロイス、ボルシア・ドルトムント、パスをつなげない。体を当てて取る、奪った。さあまたここからの連携、ここを潰すことができません。素晴らしいスルーパス、おっとスルーパスだ。決まった、素晴らしいシュートだ。ここもゴールが決まりました。打ったシュートが全て決まっています。すごい決定力ですね。今日は一体何点入るんでしょうか。違うアングルから見てみましょう。監督の様子ですと試合後のロッカールームは激が飛ぶ予感がします。大量リードを許した状態で再びキックオフです。ステファン・サビッチ、トルガン・アザール、素晴らしいボールです。何かしてきそうですが、ナイスディフェンスです。ローマのフリーキックになります。うまいパス、ゴールだ。最後はキーパーとの1対1ですね。リードをさらに広げました。いやー、ダメ押し点になりましたね。こちらのカメラからの映像です。監督も今すぐ選手に檄を飛ばしたいでしょうが、まずはここから挽回を考えなければなりません。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。ボールを持って上がります。マーカーを抜いた、ボックス内へ入れてきた。このクリアは小さい。ボールを奪い返しました。パスをこの位置で防ぎます。ムヒタリアン、チャンスです。ジェコ、ゴールです。まだまだ諦めてはいないようです。ゴールです。キーパーが弾いた球を見逃しませんでした。うまく押し込みましたね。ボールがこぼれてからの反応も見事でした。
マルコ・ロイス、ラファエル・ゲレイロ、ボールをダッシュ、寄せが速い、ディフェンダーを抜いた、ボールを失います。ボールを奪った、プレスが効いています。ではここで群雄割拠のセリアを戦うアウェーチームの次節の組み合わせをご覧ください。鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。何を狙うのか。ボールは現在ローマ。このシュートはディフェンスがブロックしています。エディン・ジェコ、ヘンリク・ムヒタリアン、アクセル・トマ・ビツェル、ビツェル、素晴らしいボールだ。中にはロイス、ここで見事なタックル。このカットは大きい、しっかりと奪いました。危険な位置です。緊張感が増してきます。ボールを失った、しっかり見えています。通ればチャンスというスルーパスでしたが、ゴールキーパーに阻止されました。ポールセン、このボールはクリア。アクセル・トマ・ビッツェル、カウンターも狙えます。カウンターからゴールを狙いましたが、ボールをキープできません。ポールセン、ゴール前までは行くのですが、そこでボール。ゴールも狙える位置でのファール。選手交代です。ピッチを去る選手にサポーターから、ここはシュートチャンス。残り時間も考えると、ここから追いつくのは厳しいと思いますが、最後まで諦めません。ちょっとスペースを与えすぎでしょう。ディフェンス側はタックルしてでも止めるべきでしたね。別の角度からご覧ください。今度はこちらが点を取るターン、そんな感じで思っているのでしょうか。再びキックオフです。ボールは相手に渡りました。パスが通った。ゴールキーパーの果敢な前進でした。ボールをしっかりとキープ。マフムード・ダフード、選手が倒されたプレーはファールを取られませんでしたね。観客席にもどよめきが広がっています。ニコラ・カリニッチ、プレーは続行されます。ローマへのファールがありましたが、アドバンテージを取ります。これは見事なパスカットです。マフムード・ダフード、ユリアン・ブラント、ポールセン、エディン・ジェコ、ムヒタリアン、ムヒタリアンがゴールに向かう。クリアしきれません。試合終了の笛が鳴りました。ファーストレグを制したのはボルシア・ドルトムント。十分な点差とは言えませんが、これでチームはアドバンテージを得てセカンドレグに臨めますね。